ができれば使わないに越したことはないけどね。ナノナノもそう思うのだ。カズヤ、一緒に頑張るのだ。最近医務室に来る人が少ないのだ。みんな怪我してないのだ。それならいいのだ。親分の星とママの星は取り戻したのだ。あとはリーちゃんだけなのだ。親分の星とま…あら、カズヤさん。やあ。来てくださって嬉しいですわ。ちょうど調合実験をしてたんですの。見ていきませんか。ご主人様、何よそ見してるですに。あらあら、ミモレットちゃん、そんなに慌ててどうしたんですの。慌てないではいられないですに。フラスコから目を離したら危険ですに。爆発する前に反応を止めるですに。まあまあに、今回もカズヤですに。毎度のことながら邪魔しないでほしいですに。ごめん。謝ることではありませんわ。あのカルア、爆発するとかっていうのは。まあ、すっかり忘れてましたわ。早く実験を止めるですに。カズヤも来るですに。なんで僕まで。つべこべ言ってないで手伝うですに。危なかったですに。間一髪ですに。爆発は食い止められたの？よかった。大げさですわ。そんなに心配することはありませんのに。そんなことばかり言ってるからいつも爆発するんですに。今日こそはきちんと叱って反省してもらうですに。もう怖いですわね。それじゃあカズヤ、頼むですに。ご主人様をビシッと叱ってほしいですに。え、僕なの？カズヤは卑しくもご主人様の彼氏ですに。彼氏ならビシッと行くですに。あらまあ、カズヤさんにご指導いただけるなんてとても嬉しいですわ。それじゃ意味ないですに。カルーアを叱るなんて自信ないけど、ミモレットが心配してるのもよくわかるよ。さっきみたいな時は僕なんて相手にしなくてもいいから、実験に集中した方がいいと思うんだけど。でも実験は待っている時間も結構あるので、お話し相手がいてくださった方が退屈しなくていいんですわ。わちしが相手をするですに。うん。何が不満ですに。それでもいいのですけど。でもミモレットちゃんもそんなに心配しなくても平気ですわ。その根拠はどこにあるんですに。失敗してからじゃ遅いですに。大丈夫。ずいぶん自信があるみたいだけど、ミモレットの言う通り根拠でもあるの？そうですわね。お話ししておかないといつまでも心配をかけてしまいますものね。これは私とあの人の関係に理由があるのですわ。あの人ってテキーラのこと？ええ、マジックでお師匠様に一なる二者の本当の意味を聞かされてからというもの、あの人の気持ちをより近くに感じられるようになった気がいたしますの。に？気持ちを近くに感じる？どういうこと？例えば先ほどのような事態でも、本当に危ない時にはあの人が心配してる気持ちが伝わってくるんですわ。それって記憶が継承されてるってこと？いいえ、さすがにそこまではいかないのですけど、以前より心が通じ合うようになったのは確かだと思いますわ。するとさっきはテキーラが心配してなかったから大丈夫だったっていうこと？はい、カズヤさんのおっしゃる通りですわ。ご主人様にそんな変化が起こっていたなんて、私も今まで知らなかったですに。黙っていてごめんなさいね。私自身、
確信できたのはほんのつい最近だったのです。そうだったのか、驚いたな。でもよかったね、カルーア。テキーラの気持ちずっと知りたかったでしょ。はい、気持ちといっても漠然とした感情しか伝わってはこないのですけれど、それでもこれは一なる二者として真の覚醒を始めた最初の一歩、私はそう思ってますわ。うん。ですからこれからは実験に失敗することも少なくなると思うんですが。そうだね、テキーラも見ててくれるなら安心だ。はい。それはどうですかね。え、どうして？テキーラ様が見張っているからといって安全になるとは思えないですね。もともとこういった実験分野はテキーラ様はあんまり得意じゃないですね。あ、そっか、それじゃあ意味ないよね。それはそうかもしれませんけど、やっぱり一人より二人の方がミスにも気づきやすいものですわ。でも油断したらダメですに、爆発に巻き込まれるのはいつもわちしですに。ご苦労様、ミモレット。それじゃあ僕はそろそろ行くよ。次の戦いでも二人の活躍を期待してるね。ええ、式の方もよろしくお願いいたします。うん、それじゃね。この薬を混ぜてと、あらあら、違う色になってしまいましたわ。熱し方が足りなかったのでしょうか。本当に大丈夫ですかね。それでは今度はこれを混ぜて。やっぱり今までと何ら変わらないですね。おかしいですわね。どうしてうまくいかないんでしょう。おかしいですわね。セルダールもだけど、タクトたちのことも気になるのだ。みんな無事だといいのだ。セルダールもだけど、わかったわ。ちょっと気が早いけど検討しておきます。お、頼んだぜ。楽しみにしてっからよ。その代わりというのは変かもしれないけど、次の戦い活躍を期待してるわよ。ああ、任せとけって。そんでな。お、カズヤじゃねえか。やあ、アニス。なんだか嬉しそうだけど、いいことでもあったの？いいことはこれからあるかもしれねえってだけなんだけどな。へえ、どんなこと？そいつはまだ秘密だ。まあ決まったらちゃんと話すからよ。それじゃ話してくれるのを待ってるよ。あ、じゃな。一体なんだろう。休暇よ。休暇？ええ、和也君は知っておいた方がいいわ。アニスさん、今回の事件が解決したら少しまとまった休みが取りたいそうよ。どうしてですか？旅に出てトレジャーハントがしたいんですって。旅？どのくらい長い休みを取るつもりなのか具体的なことは決まってないみたいだけど、多分そのうちアニスさんの方からカズヤ君にも話が行くと思うわ。アニスが旅に出るだって、そんな。大丈夫よカズヤ君、きっと心配はいらないわ。え、彼女は本当に優しい子だから、この船のみんなのこともちゃんと考えてくれてるわよ。ただそのせいで自分のしたいことができなくなってしまってるだけ。アニスのやりたいこと。ええ、
なたなら分かってあげられるでしょ。だから私もアニスさんの希望にはできるだけ答えてあげたいと思ってるの。ココさん、そうですね。ココさんがそんな風に言ってたって知ったらアニスも喜びますよ。あ、喜ぶより先に照れちゃうかな。そうね、あの子のことだからきっと顔を真っ赤にしてしまうでしょうね。もうそういうことだからアニスさんの気持ち頭の隅に置いておいてね。はい、わかりました。もちろん夏目さんや他のメンバーのこともよろしくね。はい、みんながベストコンディションで戦えるよう頑張ります。期待してるわ。では失礼します。あらあら、いつの間にか薬が蒸発してますわ。試薬を入れるタイミングがとろいですに。もっとサクサクいくですに。あら、またまた蒸発してしまいましたわ。くんくん、部屋の中に薬の匂いが充満してきたですに。くんくん、あ、ミモレットちゃん、これ吸うと毒ですわよ。なっ、そういうことは早く言うですに。換気ですに。おかしいですわね。あの人は笑っている気がするのですけど。ひょっとしてこのドタバタがおかしくて笑ってるだけなんじゃないですかね。ああ、そうかもしれませんわね。でもあの人が楽しんでくださってるならよかったですわ。でもあの人が楽しんでくだ。このくらいの傷は朝飯前なのだ。や、二人とも。カズヤ、いらっしゃいなのだ。あれ、夏目、怪我でもしたの？うむ、レクリエーションラウンジで軽く手をぶつけてしまっての。大丈夫？ちと痛かった。じゃが、プディングが見事に治してくれたわ。軽い青あざなのだ。治療も楽勝だったのだ。へえ、大した怪我じゃなくてよかったね。そうじゃな、まことによかった。もし大怪我でもしようものならシャーベットが自害しかねんからの。そうだね、そりゃ気をつけなきゃ。それにしてもそのナノマシンという技術、まこと興味深いの。突如措置が光ったかと思えば、次の瞬間にはもうわらわの傷は癒えておった。確かに、初めてナノなのに治療してもらった時は僕もびっくりしたっけな。なあプディング、さっきのをもう一度見せてくれぬか。どこかまだ痛いのだ。いや、あの光るのが見たい。それはダメなのだ。患者じゃない人はお断りなのだ。なぬ、わらわの頼みが聞けぬと申すか。ナッタンのお願いでもナノマシンの無駄遣いはできないのだ。夏目、ナノマシンは結構貴重品なんだ。無意味な放出はできないよ。本当に怪我した人のために取っておかなきゃ。怪我人がいればよいのじゃな。なのだ。だから諦めなよ夏目。ここには怪我人なんていないんだから。いなければ作ればよい。は？カズヤ。え？え、ま、まさか。なあカズヤ、ちょっとそこで頭を打ってみる気はないかの。冗談じゃないよ。ひどいよ夏目、そんなの絶対お断りです。冗談じゃ。そのような非道なことわらわがさせるはずなかろう。え、なんだ冗談か。ああ、びっくりした。カズヤ本気で焦ってたのだ。
もうからかってくれちゃって。それじゃあ僕はもう行くからね。とにかく夏目、怪我には気をつけるんだよ。うん、そっちもな。カズヤ、またなのだ。あ、またね。そういえば、リーちゃんと一緒にいなくてもいいのだ。あやつが勝手について回っておるだけじゃ。わらわは迷惑しておる。しばしここでかくまってもらうぞ。シャーベットがあれほどまでに敬愛するセルダールの王とは一体いかなる人物じゃ。スラッと背が高いのだ。それに妖精さんを連れているのだ。妖精？ありがとう、ナノナノ。いつもご苦労様。このくらいなんてことないのだ。それにしてもそのナノマシンという技術、まこと興味深いの。突如ソチが光ったかと思えば、次の瞬間にはもうわらわの傷は癒えておった。確かに初めてナノナノに治療してもらった時は僕もびっくりしたっけな。なあプディング、さっきのをもう一度見せてくれぬか。どこかまだ痛いのだ。いや、あの光るのが見たい。それはダメなのだ。患者じゃない人はお断りなのだ。なぬ、わらわの頼みが聞けぬと申すか。ナッタンのお願いでもナノマシンの無駄遣いはできないのだ。夏目、ナノマシンは結構貴重品なんだ。無意味な放出はできないよ。本当に怪我した人のために取っておかなきゃ。怪我人がいればよいのじゃな。なのだ。だから諦めないよ夏目。ここには怪我人なんていないんだから。いなければ作ればよい。は？カズヤ。え？え、まさか。なあカズヤ、ちょっとそこで頭を打ってみる気はないかの。冗談じゃないよ。ひどいよ夏目、そんなの絶対お断りです。冗談じゃ。そのような非道なことわらわがさせるはずなかろう。え、なんだ冗談か。あー、びっくりした。カズヤ、本気で焦ってたのだ。もうからかってくれちゃって。それじゃあ僕はもう行くからね。とにかく夏目、怪我には気をつけるんだよ。うん、そっちもな。カズヤ、またなのだ。あ、またね。そういえばリーちゃんと一緒にいなくてもいいのだ。あやつが勝手について回っておるだけじゃ。わらわは迷惑しておる。しばしここでかくまってもらうぞ。シャーベットがあれほどまでに敬愛するセルダールの王とは一体いかなる人物じゃ。スラッと背が高いのだ。それに妖精さんを連れているのだ。妖精？妖精を知らないのだ。くんくらいに小さくて羽が生えてたのだ。なあ、あやかしのことじゃな。噂は事実であったか。にゃ、セルダールの王は2匹のあやかしを連れ、決して喋ることがないという。それは悪魔と契約を交わした影響で口を聞けないからだと聞いておるぞ。それはないと思うのだ。他に面白いお話はないのだ。面白いとは心外じゃ。これでもわらわは真実だと思うておったのじゃ。他に面白いお話はないのだ。面白いとは心外。ここの紅茶はいつ飲んでも気分が落ち着くわ。そうやって集中力を高めてるんだね。そういうこと、分かってるじゃない。
シャーベットがあれだけ気合を入れてるんですもの。私らだって遅れを取るわけにはいかないわよね。シャーベットがあれだけ気合。やあアリス、頑張ってるね。おう、カズヤ、俺はいつだって全力投球だぜ。だね。もしかして次の戦いに向けてトレーニング中？まあな。でも別にそうでなくたってトレーニングは欠かさねえ。お前だってトレーニングしにここに来たんだろ。うん、どんなトレーニングにするかまでは考えてなかったけど。よっしゃ、それじゃあ俺と勝負しようぜ。え、いいけど何で勝負するの？なんだっていいぜ。エアロバイクで競争でもしてみるか。マシンを使っての勝負だとまた何か壊しちゃうような気が。いや、マシンを使うより体を使って直接勝負できた方がいいかな。へえ、カズヤにしちゃ珍しいじゃんか。だったら望むところだぜ。格闘技にすっか、それとも剣術とか棒術がいいか。まずい、この場合マシンじゃなくて僕が壊される気がする。セルダールでの戦闘も控えてることだし、怪我しそうなことは避けた方が。ちっ、細けえな。ていてえとこだけど、確かに怪我するわけにはいかねえんだよな。どうかしたの？次のセルダールでの戦いは何が何でも絶対に活躍してみせなきゃいけねえ。アニスならいつも活躍してくれてると思うけど。まあな。でもそんなもんじゃねえ。派手に大活躍しなきゃ意味がねえんだ。なんでまた？だってよ、今度の戦いはセルダールだぜ。大活躍したら王様に願いとか聞いてもらえそうじゃんか。あ、そうか、確かにありえない話じゃないかも。俺さ、昔っからセルダールの遺跡には興味あったんだよな。それってもしかしてトレジャーハンティングしたいってこと？ああ、もう随分やってねえからな。今から腕が鳴るぜ。トレジャーハンティングね。直接トレジャーを欲しがらないところがアニスらしいな。でな、カズヤ、実はこの事件が終わったら休みをもらえねえか、ココに相談してみたんだ。あ、そしたらよ、セルダールで大活躍してくれたら考えます。だってさ、だから俺は次の戦いで絶対に活躍しねえといけねえんだ。そうだね。アニスだったら心配いらないさ、間違いなく大活躍できるって。そうか、まあ俺もそうだろうとは思うけどよ。ねえアニス、もし取れたらの話だけど、休暇って長く取るつもりなの？あ、そうだな、調べたい遺跡は山のようにあるからな。一つ一つ回ってたらすげえ時間かかるぜ。そうだよね、やっぱり長く休むんだ。寂しくなるけど、アニスの性格からすれば旅に出たくなるのも無理ないよな。もともとここにいることになった経緯だって偶然みたいなもんだし。まあ長けりゃ1週間ってとこだな。え、だって今すごく時間がかかるって。そういう大掛かりなやつは老後の楽しみにとっとくぜ。今はここでお前らといるのが楽しいからな。人生はまだまだ長いしよ。アニス、君ってやつは。ふわっとストップ。お前、俺のこと褒める気だろ。え、ダメなの？褒められんのは苦手だって前から言ってんだろ。嫌なんだよ、難しくって。でも僕は今アニスを褒めたい気持ちでいっぱいなんだよ。うわー、勘弁してくれ。ああ、もうトレーニングはやめだ。じゃあな。ちょっとアニス、そんなに嫌がらなくたっていいじゃないか。嫌なものは嫌なんだ。ああ、言っちゃった。そんなに照れなくてもいいのにな。よし、気になる箇所は大体回れたかな。いよいよ決戦だ。僕も部屋で十分に休んでおこう。さすがに敵の数は圧倒的ね。クロノゲートがあるのは敵軍を挟んでちょうど反対側ね。
ゲートさえ復活すれば UPW の軍隊と挟み撃ちにできるんだけどな。少尉、ありえない希望は持たないことです。もともと敵側も UPW の介入を阻止するためにゲートを破壊したのでしょう。そうね、今回はノイエ側の人員だけで勝つしかないわ。艦長、マジーク艦隊より通信です。スクリーンへ。なかなか壮観な光景ですね、ナッツミルク艦長。キャラウェイ氏、ご覧のように我が方はマジーク艦隊を加えても数では不利な状況です。そのようですね。降伏を迫ってこないのが不思議なくらい。それが三公爵のルールなのでしょう。これまでの戦いもそうでした。彼らが狙ってくるのはこのルクシオール、それも変わらないと思われます。全ては機関を沈めるためにと。はい。ますます得心のいかない話ですね。機関だけを沈めて何の利があるというのでしょう。わかりません。しかし彼らがこのルクシオールを沈めることを一つの目的としている、それは確かなようです。それを成し遂げた者が勝者、そんな決め事が見え隠れするのです。機関が戦いに出なければセルダールの軌道から地表に攻撃を加える、それが相手方の提示した条件でしたね。機関とその乗員を差し出せではなく、あくまでも戦えと。はい。それならばやはり機関の破壊あるいは確保したいわけではなく、ルクシオールに戦って勝つこと、それが目的だと考えられますね。おっしゃる通りです。そしてその目的につけいることのみが我々に与えられた勝機と考えます。ナッツミルク艦長、それではあなたは。はい。本艦をあえて敵陣正面にさらし敵機関を引きつけるつもりです。危険は承知しておりますが、試算の結果この作戦が一番可能性があるのです。ならばむしろ我がマジーク艦隊を盾とした方が良いのではありませんか。その上で距離を詰めれば、あるいは。ご提案感謝いたします。しかしそれでは餌として弱いのです。何が何でも敵の機関を前面に引っ張り出さねばなりません。さもなくば数で勝る敵軍の前に徐々に戦力を削られていってしまうでしょう。まことマイヤーズ元司令に劣らぬ思い切りの良さ。わかりました。では艦長、ご指示を。マジークの艦隊は散開して無人艦を可能な限り足止めしてください。被害を最小限に抑え、できるだけ長く増援を食い止めてほしいのです。エンジェル隊が戦えるスペースを確保できれば局地的には十分に戦えます。簡単とは言えませんが、キャラウェイ氏、お引き受け願えますか。承知しました。この作戦の全権は艦長あなたに委ねられています。我々は従い全力で使命を果たすのみ。どうかご武運を。ありがとうございます。ではこれより作戦を開始します。カズヤ君、ルーンエンジェル隊をブリーフィングルームへ。了解。さてさて、いよいよ最後の星セルダールの奪還ってわけね。あ、テキーラ、やっぱり今回はテキーラの方で出るの？そうね、前回はミスっちゃったからあの子に任せるしかなかったけど、やっぱり基本的には私が担当した方がしっくりくるのよね、お互いに。そうなんだ。でもまあ、白波がリクエストするならあの子も気が変わるかもしれないわ。
リクエスト？ええ、合体相手を選ぶときに、やり方は簡単だから自分で見つけなさい。はあ。そこ静かになさい。説明に入りますよ。あ、はい、すいません。ではこれがスキャン結果による敵機関の配置です。本艦はまずコロイチに飛び出し、カルバドス艦をおびき寄せます。これに成功できればベネディクタイン艦やジェニエブル艦も功を取られまいと考え、このように競って接近してくるでしょう。機関3隻を叩くことさえできれば、残った無人艦はさほど脅威ではありません。よって今回のミッション目標は敵機関3隻の撃退となります。彼らの目標がルクシオールであるという事実、そして互いに競い合っているということ、これらの予測に基づき敵の心理を利用するわ。長期戦になるでしょうから、うまく補給してね。ファーストエイダーのリペアも重要なポイントになるはずよ。ナノちゃん、しっかりね。任せるのだ。カズヤ君、今回からは夏目さんもパピオンチェイサーで参戦してくれるわ。支持する機体がまた一機増えるけど、よろしく頼むわよ。わかりました。皆の者、よろしく頼むぞ。必ず役に立ってみせる。みんな、チームワークを忘れないで。それがあなたたちの勝利の鍵よ。了解です。カズヤ、今回はわらわと合体してくれぬか。夏目、わらわとて戦に出るのは初めてではない。別に心細いわけではないが、ブレイブハートの増幅効果があればきっとパピオンチェイサーもさらなる活躍ができよう。まあ、ソチにはソチの考えがあるであろうから無理にとは言わぬかな。検討しておいてくれ。ではな、頑張ろうぞ。